中本海岸の渡丹寺中本海岸前景。中本海岸は沖縄県竹富町の黒島西部にある海岸である。島の南西部に位置し、黒島では最も名の知られたビーチである。砂浜は狭いが、干潮時には海岸からリーフの間に琉球方言で渡丹寺と呼ばれる橋状の珊瑚礁が現れ、リーフエッジまで歩いていけるようになり、リーフ内は琉球方言で 医能と呼ばれるプール状の招致になる。トイレ、シャワー、更衣室設備、あずま屋のある休憩所が整備されている。海岸の入り口には売店、南宮がある。徒歩で5分ほどの場所に民宿が数軒ある。透明度が高く、シュノーケリングのポイントとして知られる。また、近くには、ダイビングのポイントもある。リーフ内では、熱帯魚が泳ぐ様が間近で見られる。 海岸左手のリーフ内が熱帯魚、サンゴともに種類も数も多い。中本海岸は竹富町が指定する海水浴場ではなく監視員は常駐していない。海上保安庁の調査によれば干潮時は比較的静穏だが満潮時や潮が満ち引きする際に北西方向に強い潮流が発生する可能性が指摘されている。また、リーフエッジ付近は 潮流が早いため注意が必要とされる。実際、2007年から2009年までの3年間に5件の死亡事故が発生する等、水難事故が多発している。このため、中本海岸の監視小屋では、ライフジャケットを無料で貸し出しており、黒島研究所でも入館者にライフジャケットを貸し出している。また、2012年には、海上保安庁により、 海難事故への注意を呼びかける看板が設置されている。中本海岸、黒島研究所、黒島診療所には AED も設置されている。地元の消防団が天候や海峡により遊泳禁止の措置をとっており、近年は艦長前後の時間帯のみが遊泳可能とされている。遊泳の可否は海岸の入り口に設けられた看板で示される。また、遊泳の可否や 遊泳可能な時間帯は、黒島の民宿でわかるほか、当日朝に、石垣港離島ターミナルに掲示され、有志によってネットで情報が提供されているため、事前に知ることができる。ごまもんンガもんニ鬼人で、海蛇などの危険生物にも注意が必要である。ありがとうございます。